別に俺ちょっとあんまりそういう計算できる人だから高校卒業式ぶりだよね。そうだよね。なんで帰ってこなかったの？そうだよ。大学進学を機に一人暮らしを始めた友人が久しぶりに地元に帰ってくると聞きつけた撮影者たち。これはサプライズで友人宅に訪れた際の映像なのだそうだ。和気あいあいと昔話に花を咲かせる撮影者とその友人。しかしこの後、思いもしない恐怖の瞬間が訪れる。何劇とか見せてくれるくせにレポートでさ感想を求めてくるのが大嫌いすぎて。めんどくさい。大学はさレポートばっか書くって言うじゃん。あれがね、いやでもね、もう先生も優しいし、ね、クラスのみんなも優しいしな。ハッピー？ハッピーです。ハッピーハッピー。クリスマスぐらいは帰ってくれたんじゃね？うん。いやいやでもね、ちょっとクラスのみんなとね、うん、仲いいからさ、旅行とかちょっと、ね、たまに出かけたりとかそういう機会が多いから、ちょっとなかなか帰ってくるっていう考えがちょっと途切れてたんだよね。いいですな。俺たちを抜いて楽しむなよ。本当だよ。社畜2人を置いて楽しんでんじゃねえよ。いや、だって、いや、なんか、私知らないし、なんか、少し知らんけど。まあ、ここか。ここでも楽しかったよね。いや、関係ない話してもいいかな。いいよ。高校のさ、ジムの先生、可愛い人いね、いっぱいいたよね。あー、いたね。あー、あー、そうだね。一人だけ。一人いたね。俺的には一人、すごい。なんか美人な先生がいたのよ。見た目可愛い人とさ、すごい見てて癒される先生いたよね。俺一回夏祭りでね、うん、メガネのおかっぱの先生、あにね、会ったのよ。ていうか夏祭りっていつぶり？行ってないよね、うん、一緒にあんまり、うん、ああ行ってないね。今度行かない？帰ってきな。そうだよ、夏祭り、うん、夏そうだね、夏の時に帰っていけない、うん、7月25とかだよね、いつもね、うん、まあ、だいたいその時期だから。あの神社だよ、うん、まだあるよ。あ、まだあるよ。まだあんの？あの、うん、俺たちがタイムカプセル埋めて怒られてその人もない。いや、その人はもう、もう死んじゃったんじゃないかね。あ、そうだよね。でも見てはないね。見てはない、引退したのかね。まあ、とりあえずご冥福をお祈りします。死んでない、死んでない、死んでないかもしれないから、やめて。死んでないから、ちょっとちょっとお前、何、あ、ティッシュ、ごめんごめん、こんなとこにダメだな、鼻かみたいのいっぱい出るしちょっと使ってたから。ここに お分かりいただけただろうか。ぶらりと動く霊の姿が、うん、にね、あったのよ。っていうか夏祭りっていつぶり？行ってないよね、うん、一緒にあんまり、うん、あー行ってないね。今度行かない？帰ってきな。そうだよ、夏祭り、うん、そうだね、夏の時に帰っていけない、うん、7月25とかだよね、いつもね、うん、まあ、だいたいその時期だから、あの神社だよ、うん、まだあるよ。まだあるよ。まだあんの？あの、うん、俺たちがタイムカプセル埋めて怒られて。その人もない。いや、その人はもう、もう死んじゃったんじゃないかね。あ、そうだね。でも見てはないね。見てはない。引退したのかな？まあ、とりあえず、ご冥福をお祈りします。死んでない、死んでない、死んでないかもしれないから、やめて。死んでないから、ちょっと。ちょっと、お前。何、ね、あ、ティッシュ。ごめんごめん、こんなとこに。ダメだな。鼻かみたいのいっぱい出るしちょっと使ってたから。ここに、もう一度ゆっくりとご覧いただこう。
学生時代の話を楽しむ3人の背後にブラブラと揺れる人のような姿が映り込んでいた。地面に立った状態ではこの動きはできないだろうし、また高さから見て明らかに宙に浮いた状態であることがわかる。頭部は画面に収まってはいないが、これは首吊りをした状態と考えると納得がいくだろう。そう思って見てみると、首のあたりから縄のようなものが垂れ下がっているようにも見える。そういえば、この友人はなかなか実家に帰りたがらないとのことだが、ひょっとするとこのことと関係があるのかもしれない。動画配信グループの女性と別グループの男性がドライブデートをするという企画らしい。たわいもない話を楽しんでいる様子。このあと身の毛がよだつ瞬間が撮影されたせいで企画自体がお蔵入りになってしまうことをこの二人は知る由もない。通勤って言っていいの言うよ。良かった今日俺運転で。やったよ。気ままに飲めたよ。あ、本当に？良かった。楽しんでもらえるのが一番だからさ。楽しい。夜は余計だよ。なんか見えないし。まあね。確かに怖いよね、ちょっとね。人とか見えないもんね。なんか。なんかたまにさ、うん、黒い服の人がさ、スーッて横切るじゃん。いるいる。ユニユって黒って思いながら。せめてね、オーダーボードちゃんと使っていけばいいんだけど、あれなんか使われてるねみたいなのがいるからさ、怖いな。怖いんだよね、すごい。信号捕まるな。捕まる、右側に。結構イルミネーションとか見に行くの？うん。あ、全然。どこ行くの普段？普段は家にいる。普段。うん。寝てる。好きではない？いや、嫌いじゃない。呼ばれればみたいな。うん、うん。呼ばれれば行くんだけど、自分から行ってみようみたいな、ならないかもしれない。俺結構外出るの好きでさ。呼んだら来てくれる？うん。本当に？いいよ。みんなで行く。三人で。なるほどね。三人からね。三人で。とりあえずね。とりあえずそんな感じで。あ、失敗した。プライベートをかこつけようと思ったんだけど、できなかったな。残念ながら。え、なんかデートとかどこ行くの？デート？うん。どこ行ったかな。久しくしてないので。嘘でしょ。わかんないんですけど、でもやっぱ定番の行きたい。ねえ、俺デートって唯一したことないかも。まあ、唯一かわかんないけど。したことないの？したことないかも。なんか行こうとも言われたことなかったし、その他の遊園地みたいなのか行ったことあったけど、行けないな、案外。そうなんだ。あ、でもさ、どうなんだろう。なんか結構並ぶ時間が多いから、別れるっていうよね。そう、話が弾まなくてみたいなね。全然知らなくて行っちゃったことある。本当に？別れなかった。その日には。うん。何きっかけで別れちゃった？お分かりいただけただろうか。助手席の女性の背後にご注目いただきたい。プライベートをかこつけようと思ったんだけど、できなかったな。ダメだったな。残念ながら。え、なんかデートとかどこ行くの？デート？うん。どこ行ったかな。久しくしてないので。嘘でしょ。わかんないんですけど、でもやっぱ定番の行きたい。ねえ、俺デートって唯
唯一したことないかも。まあ、唯一かわかんないけど。したことないな。したことないかも。なんか、行こうとも言われたことなかったし、その他の遊園地みたいなのか行ったことあったけど、行ってないなぁ、案外。そうなんだ。あ、でもさ、どうなんだろう。なんか、結構並ぶ時間が、そうなんだよ。なんか、多いから。別れるっていうよね。そう、話が弾まなくてみたいなね。全然知らなくて行っちゃったことある。本当に？別れなかった。その日には。うん。何きっかけで別れちゃった。もう一度ゆっくりとご覧いただこう。助手席に座る女性の背後から手が忍び寄り、肩をつかむような動作をしているのが確認できる。この霊は女性に取り付いているものなのか、それともこの車に救うものなのか。この男性配信者の周りでは数人の女性の失踪事件が起きていると、匿名掲示板に書き込みがあったことがあるという。出所不明の噂に過ぎないが、もし仮にそうであるなら、何らかの犯行にこの車が使われている可能性も疑われる。そしてその念が連鎖的に被害者を呼んでしまうのだろうか。この件に関して今のところ何の証拠も見つかってはいない。